こんにちは、青葉クリニック美容チャンネル看護師の美咲です。今回は先端シリーズ第1回目、青葉クリニックの最新鋭レーザー脱毛機ラフィーユの先端をご紹介していきたいと思います。先端シリーズって何って思われる方もいらっしゃると思いますので、ちょっとご説明しますね。青葉クリニックにご来院いただいて施術室に入っていただくと、機械本体を目にすることはよくあると思うんですけれども、実際体に当たっている部分、機械の先端のところってなかなか目にする機会ないですよね。施術中はゴーグルをしていたりタオルで目を保護しているので、見たくてもなかなか見れないっていう方も多いのかと思います。そこで機械の先端が実際にどうなっているのかをご紹介するのがこの先端シリーズです。では早速ラフィーユの先端がどうなっているのかを見に行ってみましょう。ラフィーユがあるお部屋に移動してきました。でこちらが青葉クリニックの最新鋭レーザー脱毛機ラフィーユです。本体の色が白とピンクと黒で、とっても可愛い機械ですよね。こちらがラフィーユのハンドピースです。ではハンドピースの先端がどうなってるかお見せしますね。ラフィーユのハンドピースの先端はこんな感じになっています。持ってたよりも小さいんですね。もっと大きいのかと思ってました。そうですね、意外と小さいですよね。で横が 1.4cm、縦が 2.2cm の長方形になっています。では実際にレーザーを出して当ててみます。こんな感じです。結構眩しいんですね。そうですね、結構眩しい光出ますよね。なので、あの施術の時は目に覆いをかけて目を保護させていただいてます。ラフィーユは1秒間で8ショットの高速レーザーが出るんです。レーザーが重ならないように横に滑らせるように素早く当てていくので、肌に当てられている感覚はもっと長くて大きい長方形のように感じますよね。あと先端部分はクーリングしながら照射ができるようになっていて、機械本体の強力なクーリングシステムと合わせて痛みを軽減する機能もついてるんですよ。痛みが少なくて施術時間が早いのは嬉しいですね。そうですね、ラフィーユだと広い範囲を高速で照射できるので、今までのレーザー脱毛機と比べると全身脱毛の施術時間が約半分のたった1時間で照射できるようになったんですよ。今回は青葉クリニックの最新鋭レーザー脱毛機ラフィーユの先端をご紹介しました。青葉クリニック美容チャンネルでは今後も美容情報をたくさんお届けしていきます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。